腹も気になるんだけど、実はここがすごい気になるんです。そういった方におすすめなエクササイズをレベルに応じて3つ紹介していきます。今回各たったの5回です。必ず誰でもできると思います。実はお腹っていうのは食べ過ぎた日、飲み過ぎた日、塩分が多い日、水分が多い日、そういった場合によってお腹の出具合っていうのは変わってきます。お腹の前よりも腰肉がついてる方が寸胴になってしまって、実は太って見えてしまうんです。今回ここを引き締めていくために、サイドヒップリフト初級編、サイドプランク応用編を2つ一緒にやっていきましょう。スマホを見ながらできるメニューになってます。一緒に頑張っていきましょう。はい、どのメニューも横向きで肘をついた状態で行っていきます。スマートフォンは顔の下に置いてもらって見ながらしましょう。サイドヒップリフトなんですけども、まずは、サイドプランクと少し似てます。足の側面だけを床につけて、肩の下に肘をつきます。手は腰です。体を浮かすんですけども、とにかくお尻、腰をですね、高く上げます。できるだけ高く。そしたらこの下側の脇腹が締まると思います。キュッと。もしあんまり締まった感覚ない人は、もう10センチぐらい腰を上げてください。そしたらこっちがキュッと締まると思います。そしたら、ゆっくり降りる。ぐーっと上げてキュッと締める。ゆっくり降りる。っていうことを5回ずつやっていきます。呼吸は1回につき1呼吸です。戻ったら吸って、動き始めたら、ふーっと吐き続けて、お腹をどんどん締めて、息なくなったら帰ります。これを5回やってウエスト引き締めていきましょう。それでは行きます。スマホを見ながら行きましょう。スタート。高く、1、2、息しっかり吐いて高く、3、しっかり締めて、しっかり胸張って高く、ラスト5、ぐーっと締めて、ぐーっ、 OK、 反対いきましょう。ちょっと肩がだるいよっていう方は少し足に体重乗せる気持ちでやってください。反対5回いきましょう。いきます。息しっかり吐いて、1、できるだけ高く、2、下の脇腹が熱くなってますか？3、胸張って、4、息しっかり吐いて、ラスト5、 OK です。今から難しくなっていきます。次は中級編です。今度サイドプランクの状態から上の足を上げて、前、後ろっていう風に5回動かしていきます。足を動かすスピードはゆっくり、呼吸は長く吐いてください。それではいきます。1、足を大きく動かして、しっかり後ろに、2、しっかり後ろに、3、OK、 なかなかバランスがいりますよね。これは下の脇腹と上の脇腹を両方使ってます。もし辛い方はですね、膝から下をついてもいいです。こういう感じです。できる方は足を持ち上げていきましょう。5回、スタート。1、2、まあまあ辛いですよね。3、4、5、 OK。 どこが辛いっていうのがわからないけど、なんか辛いですよね。それが体幹トレーニングです。
上級編いきましょう。今度は足を持ち上げて後ろにぐるぐると回します。まあまあ難しいです。ここで難しいのが、足が三角とか四角ではダメです。綺麗に丸を描いてください。綺麗に丸を描くポイントは、横よりも後ろに大きく回す感じです。前を回すのは簡単なので、後ろにしっかり回してください。ゆっくり5回回していきましょう。いきます。呼吸はできるだけ吐く。3 4 5。ああケツも痛くなってきた。あと少し頑張りましょう。ふう、いきます。5回。よし頑張って。お疲れでした。あんまりね、こういったメニューしませんよね。でもね、すごく大切なんです。体幹トレーニングがね、しっかりね、身についてくるとエクササイズが上手になってきます。上手になると効かせる部位が増えたり、的確に効かすことができたり、メリットでしかありません。そして筋肉を大きくしたくない、足を細くしたい、お尻をちっちゃくしたい、そういった方はですね、筋トレメニューより体幹メニューの方がおすすめです。ですがヨガとかではやはり筋肉つきにくかったりとか、なかなか痩せにくいっていう人も多いと思うんですが、これは体幹トレーニングは意外と全身運動になってますから、筋トレほど筋肉の負荷はありませんけども、弱いところを鍛える、日常的に使われる筋肉が増えてくる、代謝が上がる、そういったメリットがすごくあります。今回の3種目全部できた方、1個しかできなかったかもしれない、フォームがちゃんとできてるかわからないですがね、やってみた方はよかったらグッドボタンやコメント感想よろしくお願いいたします。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらってリンクのフォローもしておいてください。各 SNS によって配信方法が変わって載してます。ぜひチェックしてください。今回もご視聴ありがとうございました。